人生は変えられる石井隆です。今すぐに人生を変えたい、もう待てないという方は無料 LINE 講座、あなたの人生が変わるスイートスポット理論にぜひご登録ください。アンケート特典として感動の生原稿、スイートスポット理論の原稿もプレゼントしています。今回は会社で働いている8時間すべてが無駄という可能性がないか考えようという話をしていきます。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。あなたのスイートスポットはサラリーマンですという人はいません。というのも、まあサラリーマンって一つの働き方だしで、サラリーマンがスイートスポットという人は残念ながらいないんですよ。そうじゃなくて、こう朝から晩までね、会社で働いていてもそれって関係ない可能性があるわけですよ。あなたの人生と関係ないことを会社でやっているというケースはとても多いんじゃないかなというふうに思います。僕もアナウンサーで朝から晩まで働いてました。でもスイートスポットが作家と起業家だったんですよ。ということは、このアナウンサーとして勤めている8時間の間に本の原稿を書いた方が成功できるよなとか、会社を経営した方が成功できるよなというふうに思ったわけなんです。あなたがもしスイートスポット彫刻家なのであれば、8時間サラリーマンをしている場合ではありません。そんな暇はないんです。そうじゃなくて、彫刻に全部の時間をつぎ込んだ方がいいというふうに思います。このサラリーマンがスイートスポットだという人がこの世にいない以上、あなたはね、そうではなくて何がスイートスポットなのかという、これを知ってそこに集中していかないと成功できないっていうことなんですよ。これ分かってほしいな。だからサラリーマンって関係ないことをしている時間だっていう人がほとんどなんだと思います。僕自身アナウンサーでさえ関係ない8時間を送っていたわけですから、辞めるの勇気いりましたよ。勇気いりましたけど、やっぱりね、作家と起業家っていうスイートスポットに向かったおかげで今の自分があるので、サラリーマン全てがね、この働いている時間が無駄だという可能性も検討していただけたらというふうに思います。今回の動画が良かったよという方は高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。